洗練された美意識と大人の遊び心を持ち、仕事にも遊びにも生き生きと活動的に、自然を楽しみ五感に訴え、ルールとマナーを基本としたスコットランドのリンクスを原風景に、そんな上質な大人のゴルフを提案するオノフ。今回のデビューは15周年を迎えたそのオノフから発表されるオノフクロシリーズのドライバーとフェアウェイアームズの特集です。ちょっと当たらない時のドライバーぐらい行くんですよ、はい、ほう、これすごいなと。時間はかかるものだけど、もういいものを作るんだったら作り込みをしましょうっていうことでですね、できてみて蓋を開けてみたら非常にいい仕上がったと思いますね、はい、片山慎吾のこだわりはモデル別番手別最適設計、そしてアマチュアでも十分使用できる優しいモデルであること。誕生から15年、ここに新しいオノフクロシリーズの歴史が始まる。オノフの黒、黒の力。デビュー。今回のオノフ黒シリーズは、質実にして合憲で、一台一台へのこだわりを、そして番手別最適クラブで優しく正確に狙うをコンセプトにラインナップを構築。そこにはオノフ契約プロ片山慎吾のクラブに対するこだわりが込められているのです。なかなかこう満足して、自分が納得して使えてるって言われた時には、どうなのって言われたら 100% なのって言われると、まあハテナがね出て、やっぱりこうメーカーの人とやはりこう意見をやり取りすることが非常に多かったんですが、今回のやっぱりクラブに関してみたら、もう 120% いいものが出てきて、これだったらこう自分がですね戦っていく上で非常にこう武器になって、助けてくれるなっていうクラブが非常にできてきたとだと思います。球の初速がですね、こんなに、味わったことないぐらいの球の初速が出ていたんで、パッとやっぱトラック面を見た時に、もうドライバー球変わんないねっていう、もう一言目がそれだったんですね。あれは結構僕の中で衝撃的で、どこのメーカー、どこのクラブを打った時もこんな感じはなかったですね。やはり今トーナメントではもう7200ヤードを超えるコースっていうのが普通になってきて、200ヤードから230までですかね、ショートっていうのもパー3が非常に増えてくる中、またミドルでももう500ヤードのミドルっていうのがある中でですね、どうしても200ヤード前後の使用するクラブっていうのが非常に増えてきて、まあグリーン乗るだけではいいってではなくてですね、ピンをこう狙っていかないと僕ら今はもう戦っていけないっていう中でですね、今回の5番7番に関して見たら、グリーン上でもこう落ち際のスピンがね非常にいい、スピンで入って落ちてくれるので、グリーン上に止まってくれる、そういうクラブが非常にできたのかなというふうに思ってます。今回のフェアウェイアームズですけれども、まあ、飯島さんからして、その番手別にね、こう設計が違ってというところで、はい、まあ、どんなところが非常に特徴的なんでしょうか。はい、今回のオノフクロシリーズは、はい、まあ、ドライバーからアイアンまで全部番手別、モデル別番手別設計ということで、今回一番特色あるものとして、モデルとしてはやっぱりフェアウェイウッド、はい、そのモデル、シチュエーション、使うシチュエーション、シーンに合わせたような設計思想で、コンセプトを設定して作ってますので、その辺は非常に面白い、片山プロが望んでいた、スプーンはこうあるべきだ、こういうシーンで使うよ、セブンウッドはこういうシーンで使うからこうした方がいいよっていったところが、非常にものとしても形にできたのかなと思ってます。その番手別にやっぱりどういうシチュエーションでどういう目的でっていうのは、具体的に片山プロどういう使い方をしたいと思ってるんですか。
まあ、最初は僕もスリュッドいらないっていう話をしたんですね、はいはい、特に今もうアマチュアの人でスリーウッドフェアウェイから簡単に上げられる人っていうのは本当に背が高いとか、はい、もう腕っぷしが強いとか、確かにそうですね、クラブがもうすごく上から入ってしまう人しかいないので、はい、これはもうその買う層で言ったらほとんどいないから、うん、4番ウッドで行きましょうっていう中で僕もずっと去年は秋、までは4番ウッドで、あえて3ウッド僕入れてなかったですね、はいはい、たまたま僕が夏練習で合宿を張ってる時にですね、はい、3ウッド1本だけ持ってきたんですよ、はい、ちょっとこういうの作ったんですけど、はいはい、いやだから3ウッド僕いらないからって言ってトラックマンもあったんで、はい、打ったらですね、うん、ちょっと当たらない時のドライバーぐらい行くんですよ、はい、これすごいなと、それでもうそのまんまそのスプーンをですね、僕これだったら使えるわと言って、なるほど、はい、まあ、試合でも今度入れるようになってですね、はい、まあ、おまけに、日本オープンはですね、そうですよね、はい、僕あれはびっくりしました、セッティングとしてね、やっぱりそれはそういうスプーンに出会ったからですかね、そうですね、あのスプーンにやはり僕は出会ってなかったらドライバーを抜いて戦うっていう選択はしてなかったと思いますね、うん、なるほどね、はい、まあ、その突然とポッと作ってしまったスプーンっていうのは素材も、ね、構造的にもちょっと違うと思うんですけども、はい、いかがですか、そうですね、スプーンとして飛ばすためにどうすればいいのかということで、チタンボディにソールを全面にタングステンということで、はい、非常に重心が深くて低いモデルで高打ち出し低スピンという形で飛距離が出やすいモデルになってます。さらに、まあ、パワートレンチも、はい、ドライバー同様ですね、ソールと、はい、クラウンにつけることによって、はい、反発性能も非常に高いモデルになってますので、今回、片山プロが満足していただくようなスプーンができたのかなと思っております。そのフェアウェイでいろんなシチュエーションから使えるような機能性もあるし、その飛距離性能もあるっていうところにはびっくりしたんですけど、その辺の大きさだとか顔だとかっていうこだわりは片山プロの方のリクエスト何かあったんですか。まあ、そういう意味では今回のスプーンはやはりこうプロが使ってみたいっていう選手が非常に増えてですね、秋口は何人もバスにですね、はい、ちょっとスプーン使わせてくれないっていう選手が初めてうちのバスにいろんな選手が来だして、はい、うちのレップの人たちが対応がですね、どうしていいものなの、いつものんびりしてるんで、まあ、あとはその飛ばしができる中での5番7番っていうところでの、まあ、リクエストというか、目的というかそういったところはどうなんですか。まあ、僕はまあ自分でもフェアウェイウッドは、世界でももう本当に指折りの方に入るぐらいうまいと思って戦ってきてるんですが、それだけにやっぱりこう要求が高くてですね、じゃあ飛べばいいのかっていうとそういうもんではなくて、完全に僕の場合はやはりフェアウェイから5ウッド7ウッドっていうのはピンを狙うクラブだと思っているので、その時にこのボールが進化してスピンが少なくなった中でどうそのスピンをコントロールしながらピンを狙っていけるのかっていう5ウッドをですね、5ウッド、7ウッド、すごくそれはうるさく言ったので非常に作る方は大変だったと思いますけど、できてみて蓋を開けてみたら非常にいい2本は仕上がったと思いますね。でちょっと面白いのは球をこうちょっと曲げやすくしてるんです。なるほど、はい、やっぱりどうしてもゴルフって間の距離ちょっと行かないっていうのが、うん、はい、まあ、僕らの場合出てきて、それがまあ大きなね、うん、その4日間の中の一打になってしまうのがあるんですけど、今回の5番7番っていうのは距離のコントロールをできるようにしてるので結構球が曲げやすいっていうのが、ね、なるほど、ポイントですね。はい、まあ、そのあたりは本当にこうスイングのオートマチック化というかその完成度とそういうマネジメントで球を操るというところのいいところがうまく結びついているクラブって言えるわけですよね。そうですね、僕は本当そう思います、はい、オノフフェアウェイアームズ黒、片山プロの長いクラブほど遠くに飛ばしたいという要望を取り入れ、3番は驚きの飛距離性能を、4番は飛んで優しく、そして5番7番は操作性を重視。今回のコースは沖縄県
オーシャンリンクス宮古島。荒削りな自然の美しさと開放感あふれる南国のイメージをテーマにしたコースレイアウトは、美しい海を感じながらプレーを楽しむアウトコースと、亜熱帯特有の美しい自然をそのままに生かしたインコース、感動とチャレンジ精神の両方を体験できる絶景のシーサイドコースです。さて、それでは、飛距離に特化したという、このスーパースプーンフェアウェイアームズ行ってみたいと思います。これは3番ですけれども、まあ、本当に片山プロが、こだわったという3番です。行ってみます。ドライバーみたいな球筋なんですけど、すごいですね。トータルで245ヤード、ドライバーとほぼ変わらない。データほとんど変わらないじゃないですか。これ打ち出しがドライバーよりやっぱりロフトがある分高くなって、ね、高いですけれども、非常にスピンはね、はい、適正に2400回転ぐらいで、なんと僕の3番で245ヤードも飛んじゃってます。本当にいい音と手応え、このやっぱりマッチングが片山プロのこだわりなんだよね。やっぱり手応えとこのボールの飛んでくスピードと音と、やっぱりこれはフェアウェイウッドマストですよ。ですからこうティーアップしてボールだけソリッドにクリーンに打ち抜いても、本当にそのボールの質感っていうんですかね、そういうものが伝わってきながら強い弾道でキャリーが出て距離も出る、もうこれは本当にスーパースプーンですね。それでは今度はフェアウェイアームズ5番で打ちたいと思います。形状はですね、このようなラウンドソール、そしてすっきりとしたこう洋梨型のコンパクトなヘッド、もう見た目にもこう片山プロがですね、自在にこう球筋を打ち分けたいという意図が伝わってきます。左からカットカット、ピンの左に落ちてピンに寄ってく、思い通りだ。もうライや傾斜を読み切って自在に球筋が操りながら、もう飛距離もちゃんと安定して出してくれる。フェアウェイアームス5番で、まあ、本当にこの沖縄特有のですね、こう茎が張った、そしてもじゃもじゃな沈んだラフからのショット行ってみたいと思います。あー、いい感じ。本当にですね、すごくこれはびっくりしてます。これだけもじゃもじゃで沈んでたら、通常はもっとこうフライヤーを計算して打たなきゃいけないんですけれども、本当にインパクトの抵抗感なく、そして実際飛んでるボールもそんなにフライヤーしすぎずに飛んでくれますから、これはこうラフとかフェアウェイの時にわざわざですね、こう不安を抱えてですね、その距離の縦の幅をこう躊躇しないでしっかりと打っていけるところがすごくいいですね。今回の黒シリーズはのドライバーですけども、はい、ちょっと今までのとはテイストが違うんですよね。そうですね、今までオノフの黒というと、はい、アクティブゴルファー向けにちょっと小さいヘッドで、はい、しっかり叩いていくっていうモデルだったんですけども、はい、まあ、片山プロといろいろお話ししていく中で、長物はやっぱり優しくまっすぐ、うん、とにかくドライバー飛ばす、遠くまで運ぶクラブなんだということで、はい、今回のモデルは優しさもありつつも、うん、しっかり叩けるモデルになってると思います。まあ、構造的には、まあ、従来の黒シリーズと変わったところってのはどういうところですか？はい、そうですね、まず容積が440から 460cc になりました。はい、うん、あと飛距離を出すという意味で、パワートレンチという機能ですね、はい、ソールに2本とクラウンに1本の赤シリーズにあったあの溝ですよね、はいはい、あちらを配置することによって、うん、どこに当たっても反発性能の高いモデルで飛距離が出るっていうモデルになってます。なるほど、まあ、そういった構造からくるそのドライバーの性能っていうのはやっぱり片山プロやっぱり求められるものと思ってリクエストされたわけですか？やはりこう年々僕らの年代飛ばなくなっていく中で、どう、まあ、体鍛えるのは当然なんですが、クラブでもね、はい、やはり最大限こう自分の飛距離っていうのを活かせるものっていうものがやっぱり欲しくて、どうやったらこうやはり
球っていうのは飛ぶんだっていうことをこう作る方にこう説明して、はい、そのこのよくね作る人っていうのはどうしても卓上の意見で、そうですね、はい、もうこうやってやったらもう本当は飛ぶんですよって、うん、でも実際打ってみたらダメでしょって、まあ、やっぱそのやり取りがすごく今回はやったので、はい、まあ、結果として、まあ、僕なんか昨年あの節目の30勝のね美人チャンピオンシップなんかずっとレポーターでついてて本当に正確に飛んでたと思うんですけれども、卓上のデータだけではなくってっていうところのそのプレイヤーとして使う感性の部分っていうのかな、そのなんていうかそういうところでやっぱり飛ばしの要素っていうのはどういうものがあると思いますか。まあ、トラックマンっていう機械があってですね、はい、どれだけ自分が打ち出しがあって、はい、スピン量があって、はい、もう完全にデータとして分かるわけですよね、うん、はい、その感覚としてこれが一番飛んでると言ってもデータ的に飛んでなかったり、はい、それのもうすり合わせすり合わせすり合わせですごく時間がかかる作業ですけど、はい、やはりでもいいものを作る上でね、うん、もう1回2回ではもううまくいかないでしょって僕も話を最初からして、はい、やはりこう時間はかかるものだけどもういいものを作るんだったら作り込みをしましょうっていうことでですねこうやってもらってやっとこうできてきたものなので、うん、はい、まあ、僕いろんなメーカーの打たせてもらってますけど本当に千差万別形もなんかいろいろじゃないですか。そのあたりの好みというか、リクエストの希望っていうのは何かあったんですか。まあ、僕も結構いろんなクラブが好きでですね、はい、いろんなメーカーのものをこうやっぱり打つタイプなんですね、うん、やはりその中でやっぱりあこのクラブはこういうものがいいけどこういうところが良くないなとか、はいはい、やっぱそういうのが非常に僕も好きなんでそういう意見をたくさん言ってでまあ5型ぐらい作ってもらって、うん、まあ、僕の中では、戦う上で、うん、これはすごくいいんじゃないのかなっていうものをこうチョイスして、うん、まあ、そこでもまあそこからも最終調整をですね、うん、かなりやったんですけど、まあ、それがやっと製品化されたっていうことでは、なんかこう僕の中では満足感があるようなね、なるほど、はい、クラブができてきてるんじゃないかなと思います。まあ、40代本当にこうね油乗り切ったところで今年また賞金王というようなチャンスもありそうですね。なんかね、そうですね、まあ、この黒のクラブを使ってですね、はい、賞金王を取れたらどれだけこのインタビューがすごくなるのかな想像はできますけどね、はい。片山プロがこの飛距離にこだわったというドライバーを早速打ってみたいと思います。はい、この手強いトラックマンを相手に打ってみたいと思いますけれども、まあ、これは純正スペックなので、まあ、適用ヘッドスピードの中間だいたい 44-45m のヘッドスピードで打ってみたいと思いますけれども、まず構えた感じこのニューパワートレンチがあることによってすごくヘッドが引き締まって見えます。ディープフェースとこうハイバックでですね本当にこの 460cc の体積目いっぱいという感じがしないこうシャープなヘッドですね。それで打ってみます。分厚い弾きですね。心地よいこう高音質な音なんですけども手応えはもう本当にこうフェースに食いついて分厚く当たるんで本当にこうボールスピードが落下地点まで衰えないといった感じです。今のでスピンが2500回転、はい、あいい感じですね、はい、打ち出しが 14.3 度と、はい、こう打ち出してスピンになってますね。おヘッドスピードね今スッと軽くって 43m弱ですけれども、ね、もうそれでもしっかりとそうですね今ので240以上出てるってことですよね、はい。この風でもこう左右にボールがぶれないですよね。思ったよりも打ち出し角度も高くそしてしっかりとこうキャリーが出てる感じです。
もうレイアウトがこう緻密な感じででもですね、こう打ち出すボールのラインが狂わないので、これはもうやっぱりこうフェースがしっかりとこうボールに乗っかって食いついてるといった感じがこの安心感ですね。こう横風のこのような強い風が吹いたホールでもですね、自分の思ったところに思ったこうスピン歪みなくしっかりと打ち出せるので、コントロール性もいいと思います。オノフドライバー黒、飛距離性能を重視したニューパワートレンチを採用し、強い直進性の弾道で飛距離アップを実現。とにかく飛ばして次のショットにつなげるオノフドライバー黒。まあしっかり打った中でドライバーから例えばスーパースプーンと言われるもの、それから5番7番のコントロール性も含めて、その機能別なその性能はありながら非常にこう打ち味が統一されてたというか、まあその辺はなんか僕すごく感じたんですけれども、まあそのあたり飯島さんとしてはやっぱり開発通りのイメージだったんでしょうか。最終的にはまあ開発通り、片山プロが満足していただくようなモデルが仕上がったと思います。開発秘話じゃないですけれども、片山プロからは僕のクラブはシャフトを変えればもう70歳の方も使えるクラブなんです、そのぐらい長いモデルは優しいモデルにした方がいいですよと。片山プロは自分のことだけではなくて、その辺のアマチュアのことも非常に考えて、ものづくりの方にも お話しさせていただいたので提案していただいたので、その辺が今回のオノフクロに関しては反映されたのかなと思っております。まあ、今のね、こう新島さんの言葉で本当にアマチュアの人がやっぱり僕みたいに楽しんでよっていう感じがすごくするんですよね。そうですね、まあ、僕は自分の中で究極に、ゴルフが大好きで、究極に突き詰めている僕アマチュアだと思ってるんですよ。はい、プロっていうよりはもうどうやったらゴルフがちょっとでも上手くなるのかなっていうことをこう突き詰めてるタイプなので、やはりこう僕が使ってる今ツアーで使ってるクラブもですね、本当こう上手いアマチュアの方だったら全然僕のクラブは使えますし、でさらにちょっと軽くして柔らかくしたらですね、本当シニアに普通に行ってる方でも簡単に使えるクラブばっかしか僕は選んでないので、そういう意味では一回こう手に取ってですね、使ってみると、まあ、あこんなオノフの黒って良かったんだなっていうのをですね、分かってもらえるんじゃないかなって僕は思います。素晴らしいですね。もうこれを聞いた皆さん本当に、今年の、ね、ニューモデルの黒シリーズぜひ使ってみたいと思うはずなんで、本当に今回はありがとうございました。ありがとうございます。ラボスペックシャフトはオンリーワンとして、まあ、昨今ですねカスタムシャフトとして非常に多くのカスタムが出ております。それに合わせてラボスペックシャフトはお客様がオンリーワンとして使えるようなシャフトに仕上げております。シャフトメーカー以上にシャフトにこだわり、ヘッドとシャフトの最適なバランスを提供するオノフラボスペックシャフト、自分に合った最適なシャフトをカスタムフィッティングで、それぞれのゴルファーが気持ちよくスイングできるクラブを。Play fast on off.